どっから来ました？私、掛川に住んでる。あ、掛川。うん、出身京都で、去年までは京都から来て。ああ、そうなんですか。掛川。ようこそ。よろしく。いつもありがとうございます。楽しみにしてます。お任せください。頂きのボス、小野さん。ホールの中で借りるから。頼むな。もうちょいちょいお待ちください。お任せください。持ってきますから全部。お任せください。これ。はい。ワンチー。スタッフ総動員でお客さんのお迎えの準備中。オッケー。ちょっとお手柔らかにやってんだけどさ、もうちょっとドラマティックにしたかったね。フラッシュで準備はできてますか？はい。お声小さいな。ここ明るくいくぜ。大丈夫？はい。オッケー。でとりあえずさ、もうお客さんにはみんな笑顔で、失敗なんか気にするのは前向きにやれば全然問題ない。全部俺に任しといて。今自分ができること、まっすぐやればいいし、ゆっくりやりましょう。焦る必要も全くないから。オッケー？はい、じゃあはい、いらっしゃ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 い。お待たせしております、一番手の方。はい。では、オッケーです。はい、どうぞよろしく。お待たせしました。いただきオープンです。さあ、最高の2日間の始まり。演奏が始まる前のバックステージをボスが案内してくれました。大地、もうみんなステージ乗ってやってるの？あ、今セッティングしてます。あ、セッティング中。オッケー。よろしくお願いします。まあですね。今これは何してるんですか？これはドーピングバンドが次のセッティング、ラック揃えてここからラインつないで。楽屋2つに分かれてて、まだだから入ってないよね、デングルとか。ここは何ですか？ここはアーティストのドリンクっていうか、バックステージってこうなってる。うん、そうですそうです。ここで飲みたいもの、これ以上キヨさん頼むね。お願いします。オープニングアクトを飾るインダス&ロックスに遭遇。こっちは静岡の番組のここの、はい、PV も流させていただいて、はい、ある晴れた空の、はい、インダス&ロックス。楽しみにします。あと5分後に演奏しますので。いよいよステージです。ドキドキしますね。楽しみ。ステージの進行管理を任された南部君。そろそろもうオンタイムで始まります。はい。今回初めての大役。サウンドチェックの5分前、5分前でいいですよね。5分前でいいですね。10分前ちょっと長すぎますもんね。5分前に。小野さん現在ですね。いよいよ2014年の頂が始まります。頂を支えるのは100人を超えるボランティアスタッフ。今回はその様子を少しご紹介。はいどうぞ、はい、そのまま大丈夫です。いってらっしゃいです。どうぞ。ライブエリアから一番離れた場所、駐車場のスタッフ。遠方から来たお客さんが初めて会う頂のスタッフ。笑顔は欠かせません。一番遠いとこだね、ここ。本当です。でも一番最初なんで、はい。どうぞ、そのまま大丈夫です。いってらっしゃいです。はい、どうぞ、おはようございます。続いてはオートキャンプエリア。オートキャンプチームの、はい、ゲートで。人相悪いぞ。そう。花がちょっとないんで。花がない。もうずっと一日ここにいるんですか、皆さん。ここにいますよ。ここミラーボールもあって、夜はもう楽しんじゃおうかな。ここのみんなの顔見てたら、はい、楽しくなって。どちらからいらっしゃいました。岐阜県の多治見です。あ、多治見からわざわざ友達と来て3家族で。友達はもう行きました。友達も行きました。まだ行ってないですけど。まだ行ってない。食べてますとりあえず。快適な2日間が送れるといいね。荷物チェックします。食べ物飲み物大丈夫。あ、お姉さん持ってこないのでここで食べちゃって。全部頑張れ。協力してもらって。メインゲートですね。リスバンチェックと荷物のチェックなんですけど、私は盛り上げ役でございます。すみません、失礼します。やります。検査にご協力お願いします。ボトルとか、あ、捨てました。大丈夫ですか。あ、じゃあ、はい。こちらも開いてます。ありがとうございます。すみません。はい、荷物チェックしております。ここはグリーンキャンプエリア。不動産屋さんの管理人みたいなもんですね。敵が交差してたりとか、通る人が通れないとか、それをちょっとこう綺麗に。実際に連れて行ってもらいました。例えば、こういう人が困ってる時とかに、ちょっと手助けしてあげたり。キャンプの達人みたいじゃないですか。いや、そんなことないですよ、全然。だってここでキャンプ張ったことないですもん。近火じゃないんだけど、炭ダメで他のテントに行って穴が開いて、で誰なんだこれはみたいな、これだみたいな。そうするとなんかこう風下ここ風上ね、風下みんなにいるから、ちょっとそこ気をつけてもらっていいですか。OK、はい、よろしく。はい、そうです、もうパトロールと警備というセキュリティというか、はい、もうベテランじゃないですか。頂はもうロケーションといい、アーティストといい、最高です。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 回し物。迷子、落とし物はフェスにつきもの。ここはベテランさんが担当です。テントのね、入れ物があって、ありますか。テントがない。いや、入れ物はね。これテント自体です。テントもあります。テント自体。どうするだって。それはどうじゃ。ないです。あ、いいです。なきゃ。ちょっと届いたらね。ご連絡することもできるので。いいですよ。迷子、子供の迷子が1名、大人の迷子が1名。大人の迷子ってどうですか。こういう形で参加するっていうのは。浮いてます？いや全然。あ、そうですか。ならいいです。楽しいですよ。あっという間に時間が経ってしまう。この2人なら安心だね。ステージにはあの人が登場。やっぱ頂は最高ですね。本当最高。ありがとう。本当ね、2年か3年か前か、最初ね、事故の後シークレットでここで本当に復活のライブをさせていただいて、本当にね、ここから僕の2回目の人生が始まったと言っても過言ではないぐらいの大好きな場所です。いただき本当にありがとう。頂は待ってるんです。どうもありがとうございます。感動した。ありがとうございます。ナイスショー。ありがとうございます。ありがとうございます。やりきりました。天気で雨って聞いてたからどうなるかなと思ったけど、すごい晴れたし、スペシャルな場所ですね。頂のメイン MC、PJ。相変わらずマイペースですね。ヤーマン。いやもう最高、素晴らしい仲間。みんなのおかげで。これ楽しんで。地元の誇りです。いただき。いただき最高です。ありがとうございました。たくさんが来年も呼んでくれるかな。よし。ありがとうございます。で、ピースジョインの演奏を終えてリラックスした PJ とは対照的に舞台転換は大忙しです。天気はすっかり回復してお客さんも増えてきました。当日券は完売。はい。ソールド出ました。ありがとうございます。ありがとう。そうですね、初めてですね。ちょっと時間かかりすぎましたけど嬉しいですね。これだけの器でソールドできたってことは嬉しいですね。スタッフも増員して臨んだんですけど、本当にみんな頑張ってくれてて頼もしいですね。一発大きな仕掛けがあるんで、ぜひ皆さんを驚かせたいなと思ってます。そうですね、誰も知らないんでびっくりすると思いますけど、はい。頂きは環境に優しいフェス。運営にかかる全ての電力は天ぷら油などの廃油から生成されるバイオディーゼル発電で賄われています。おはようございます。おはようございます。お願いします。ありがとうございます。じゃあステッカーね、お子様とあとお母さん1枚ずつ選んでください。あ、わかりました。廃油集まりどうですか？すごいです。見てください、見てください、素晴らしいです。これにちょっと今回収しちゃったんであれなんですけど、バイオディーゼルも宣伝しながら、自分の車もバイオディーゼル使ってるんで、それも宣伝しながらバイオディーゼルを広めていきたいなと思ってます。皆さん頂きに来るときは必ず廃油を持ってきましょう。お客さんが持ってきてくれる廃油の量も年々増えているのが嬉しいね。皆さんご協力どうもありがとう。おっ、パキパさんできるかな？あ、いいね、綺麗になるね。いいね。会場内での飲食はリユース食器で、使用済みの食器を軽く拭き上げて返却するとデポジットの100円が戻ってきます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。助かります。どうもどうですか、皆さんの協力。いや、もうものすごい協力的でちゃんとやってくれます。非常に助かります。お客さんも参加してみんなで一緒に作り上げるいただきフェスティバル。カップはスタッフが手洗い。これは1万個用意してるんで、約それを何回か洗ってる。まあ、夜にかけてもうずっとこんな感じですよね。うん、ドリンクみんなたくさん飲むからね。美味しくいただきました。裏方で働くスタッフにもご褒美が。ステージ真横の最高の場所で音楽を聴きながらアーティストと同じまかないが食べられます。去年は私も美味しいまかないをたくさんいただいてステージに臨みました。ごちそうさまでした。ボスが話していた大きな仕掛け、それは花火。会場から離れた場所で花火師とスタッフが打ち合わせ。8時55分の点火ということで、頂さん今日の風はちょっときついんですけども、花火が成功1分ぐらい遅れてるんで、8時56分か57分に上げる予定です。はい、結構です。はい、万が一、枯れ草等ついた場合には打ち合わせ通りの行動を取っていただければと思います。じゃあよろしくまたお願いいたします。よろしくお願いします。10秒前。本当に欲しいですね。5、4、3、2、1。お願いします。この花火を合図に1日目の鳥を飾るエゴラッピンが登場。はい、こう決まったよ。すいません、各現場銀カムロだいぶ落ちてますのでちょっと確認お願いします。はい、大丈夫です。エゴラッピン始まります。お疲れ様でした。お疲れです。いかがでしたか皆さん。よかったです。バッチリだよ。ありがとうございます。よかった。ありがとう。ありがとうね。りゅうちゃん、ありがとう、ありがとう。よかったよ。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。Good job, good dancing. イエーイ。とりあえずバッチリですね。バッチリですね。だいぶ焼けましたね。焼けましたね。焼けましたね。そうですね。いいことです。黒くなることは僕らにとっては。わかりました。会場の感じとか。地名で回ってるとわかんないですか。わからない部分も多いんですけど、やっぱりバイブスというか雰囲気はすごい伝わってくるので、すごい良かったと思います。これで、明日どんな風にしたいですか。明日もうちょっとまたびっくりさせたいですね。みんなを。翌日の準備は深夜まで続きました。2日目、この日も会場には多くのお客さんが詰めかけました。一方、会場で一夜を過ごしたキャンプのお客さんたち。どうでした？一晩いい夜でした。いい夜でした。まだ眠そうな感じですね。今の時間まで何してたんですか？遠いって、遠いって帰ってきて、ダラダラして、でちょっと見に行ったり。朝何時起きですか？朝6時。朝6時？早起きですね。そこから何してたんですか？それでホットサンドを4時間ぐらい。もうお片付けですか。これだけ残しておいて。東京まで。はい。明日は仕事。明日仕事です。はい。やめてください。ありがとうございます。吉田公園で迎える朝、頂きのゆったりとした時間が流れます。Freedom and just this has got to be a must. Let's live it together now. I want to see boys and girls across the land take each other by the hands. Let's just see it. Hello. 皆さんのラブたくさんいただきました。盛り上がってくれてどうもありがとう。お疲れ様です。今日日曜日らしいいい感じです。ここからぶっちゃけますから、うん、任せてください。よろしくです。はい、ありがとうございます。毎年買おうと思って終わり際に行くともう売れてなくなってるから、今年はちょっと早めに来たらまだちょこっとあったので買いました。そう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 、なんかね記念にと思って寄付にもなるし、頂きは東日本大震災被災者への支援を続けています。昨年とまたアイテムが増えまして、いちごちゃんなんか首にかけたりいろいろ皆さん、なかなかいい感じです。いい感じです。その他何があるんですか？でここで買った T シャツを、はい、100円でいちごちゃんのアクリルたわしは私がリクエストさせていただきました。岩手の山田町のお母さんたち、本当にありがとうございます。会場のテンションは徐々に高まってきました。日本一子供が多いと言われるフェス頂き、小さい頃からもっと音楽に接してほしいという願いから、中学生以下の子どもは入場無料だから家族みんなで楽しめます。頂きのボス小野さんとステージ進行の南部くん。何の相談ですか？これは最後の仕掛けですね。仕掛け。はい。頂きグランドフィナーレ。グランドフィナーレ。はい。あそこになんかでっかいのありますけど。なんですかねあれは。あれは今日楽しみにしてください。ぜひ映してください。フィナーレを飾る渋さ知らずオーケストラが準備を始めました。そのステージ横にはクレーン車の先にブルーシート。グランドフィナーレに向けてボスは一体何をしようとしているのでしょうか。頂きのメインイベントの一つ、キャンドルタイム。幻想的な時間への準備が着々と進みます。竹のキャンドルケースは会場で作ることができます。子供がやりたかった興味を持ったんで、うん、やろうかなって。いただきはあれですか、お子さんとも一緒に来れる。うん、毎年来てます。はい。何回目ぐらいですか。でも何回？日本平の時からだから、この子が1歳の時から6回目か。6回目。家族のいい思い出になりそう。会場がキャンドルの光に包まれました。もうオリジナリティがあって、他のイベントだとフェスだとないと思うので、なんか頂きのために手作りで作ってきたりするのがこれ手作りもあります。じゃあキャンドルは楽しみにしてるんだ、この時間を。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた、コーヒーを一杯で一日、見えない明日。ついにクレーン車の先が姿を現しました。これは一体。残すアーティストは大鳥渋さ知らずオーケストラです。最後頑張ります。了解です。いきますよ。ステージ横には何やら怪しい集団が。も最高でしたし、ショーは今終わったけど、なんか本当この余韻っていうかな、興奮はもうどこまで続くんだろうね。帰るまでなんか冷めないと思うし、限りないぐらいいろんな人たちが陰で頑張ってくれてて、こういうステージ作ったり、本当アートもあったり、あとボランティア含めて、本当その人たちがいなかったら成り立たないイベントなんで、いつでもいただきはみんなをウェルカムしてます。どのポジションでも、お客さんでもいいし、本当ボランティアさんもいっぱいいるけど、もっといても全然助かるんで。でそうやって、でも押し付けがましくない感じでみんなが集まれるスペースなんで、そこにみんな参加してくれればどんどんいい意味で大きく広がっていくと思うし、このバイブスはずっと続いていくと思うんで。お疲れっす。最後俺急出し忘れたけど、急出してないのにごめんなさい。あそこ余韻欲しかったなと思って、ごめんなさい。またつなげましょう、次に。お願いします。小野さん、はい、見られました。心地いいですね。心地いい、こういう景色が気持ちいいですね。終わったからこそ感じられる。うん、そうですね。うん、なんとも言えないこういう光景見てると気持ちになりますけどね。やっぱスタッフの頑張り。そうですね。もう本当みんながこう頑張ってるんで、僕もなんか乗せられて頑張ってる感じで、楽しいですね。うん、良かったです。大成功に終わった2014年。2015年の頂は何を見せてくれるんでしょうか。